今回はシアロックガーデンに行ってきました。アシアロックガーデンは兵庫県の六甲山系の登山ルートの一つです。ここが登山口になります。イノシシが出て危ないらしい宝座の滝です。ここから岩だらけになります。岩を登ると視界が開けました。さらに岩を登ります。景色が見渡せます。さらに岩を登っていきます。鉄塔です。大きくて圧巻です。またまたイノシシ注意。でも今回は遭遇してません。また鉄塔です。風吹き岩。山頂です。景色が素晴らしいです。休憩、栄養補給です。猫がいました。結構大きいです。下りは穏やかな道を歩きます。清流です。宝座の滝、素晴らしいです。カルガモがいました。下山してトルコ料理をいただきました。豪華でした。お土産はワッフルにしました。エヴァチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。